おまち、おまち。というお米は、うん、西日本で作ってるお米です。あ、つまりあの本来はここの東北では栽培していないようなお米なんですけど、あの東北でもやはりその西の方のお米を使ってお酒を作ったりします。This brewery in north of Japan, but this rice from the west side Japan. これはあの例えば小町とか山田錦という暖かい地方で栽培されるお米だから、東北はもっと先ほどの500万石で、収穫が早いんですね。時期が早く冬が来てしまうので。The north place has snowing fast. The south place. 東北のお米はちょっと特殊で、ここにあるお米以外にも有名なお米で、深山錦とかいろんな種類があるんですけど、日本で有名なのは500万石、山田錦、小町、この3つは三大ブランド、3 of the brands, rice, yeah, rice, 500万石、山田錦、小町、メイン3ブランド。この長期限はやはり少し味が濃いですから、ベリーストロング、煮込みの量、テイスト、シチューとかそういう。Medium ボディかな、ワインで言うとミディアム、おでんとか、Medium sweetness or body? Medium body. Medium body. So mild. で、まあ辛いのはやや辛口、まあこれはあの辛口に入る。Little dried. A little bit. Semi dry. Last one is.平成22年、今から2年前に作ったんです。2 years old。から熟成したエイジング。ああ、エイジングが2 years だ。なので色が少し、yeah. Yeah. イエローが濃い、yeah. イエロー。カラー is different。味わいが非常に、まあ、辛口の中にも。So it's really getting rich だね。これは本来は保管して出たしたがあ、そうなんだ。It's hot sake is good for this sake。まあ、これはあの辛口なので、やはり何か食べていないと少しお酒だけだと。With food is best。ああ、辛すぎると。It's her good to making harmony inside mouth。うん。ただ、ラベルでそういう情報が何もないから、日本酒は難しい。ああ、そうか。後ろの方には書いてるけど日本語だから、あ、そうか、分からない ね、 いいね。ここに日本酒道ってあるんですよ。日本酒道、日本酒道、なんていうんですか、ドライドスイート、From 1 to 5 Plus 20 was very dry、First plus 1 Usually plus 日本酒道、酒道